はいじゃあ本日は大学食人狼お集まりいただいてありがとうございます投票のお時間に関してはチャット

やばいねー。やばいねー。人狼の方、ビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除お願い致いします。やれやれ。やれやれやいやれ<ー>! お願いします。高田さん。じゃ、高田さん、お願いしますよ、これ。はい、それではですね、初めえ僕一応ですね。皆さん人狼となりましたけども、ご自身だけは能力の詳細知っておるんですけども。まず、高田健さんがささやく強靭です。佐々木オラさんが。ドズルさんがジュロ郎でございます。はい、お二人が真央さんと菜々子さんでございますので。こちら覚えるようにお願いいたします。それでは、ただいまから一分間の作戦会議をスタートしてください。どうぞ。これ、立ち回りわかんないよ。 白はでも釣られ毒だよね。うんだ、シオ毒じゃない？シオ毒だと。うん。え例えば僕がその占い師としているのはありってことですね。もう占い師としてずっと白手やそうね、あけだ。あの偽占い師だ。偽だ。っていう。そうそうそう。わかりました。僕じゃとりあえず誰かを名前を言って白出ししとけばいいですね。初日あ初日えっと例えば奈々子だったら奈々子さんの白結果。 白通知が来ましたみたいな感じでわかりました。はい。あとはあとはあとどうするま、佐々木じゃない出るならそう一個ば例で出るってことですか例外ぐらい例外だったっけえ、ちょっと待ってよ。俺も占いで出たろかな占い4人出てきて4釣り安定だよね。いやいや、いいと。じゃあ俺、ドズルさんと一緒に出るわ、俺も。あじゃあ4人占いで。うん。初日出る初日初日わかんない。

一応ゲームの処理場はまだ悪女の方は起こしておりませんので選ばれてるかは皆さんどうな裏切んじゃねえぞ。絶対裏切んない。俺は絶対に裏切らない。俺も絶対に裏切らない。俺の目を見てくれ。俺の目を見てくれ。まっすぐな目だ、二人とも。目開けてねはい、それでは作戦会議終了です。頑張ってください。はい。 まあ俺が人狼でまあでもあとはもう普通にいつも通り梅犬の動画見てる感じで精査をしていけばいいんじゃないかな占い師でドズル高田はもう出るもんだと思っといて書いといてこれ書いとくの楽ですねでおそらく2占い師が出るから4資料やばないとか言ってごまかしながらやっていこうで霊媒がどんぐらい出るかだよな 霊媒がね、まあ、霊媒は一獲すんじゃねえかな。ちょ役職も一回見とこで、これ村人、CO した時にバレないから、最悪、やばい時に CO した時通るのが、迷惑な狩人かな。初日万が一釣られそうになったら迷惑な狩人かな、CO。独裁者分かっちゃうでしょ貴族は奴隷がバレちゃうから、貴族の使用も無理。 奴隷の CO ってありか。やるなら奴隷か、迷惑な狩人か、貴族の息子か。身代わりはランダムだもんな。まあ、CO が通るのは、基本的に迷惑な狩人だな。迷惑狩人って守りなしってあるのか自分が襲撃された場合護衛していた人も同時に死にます。本命と悪女を護衛している時に最後に自身と本命、悪女と本命全員死亡します。<laughs> おもろいな。 まあやばそうだったら CO するのは迷惑な狩人だな。うん。で、悪女。貴族の息子も CO したタイミングで分かっちゃうからできない。まああと奴隷かな。ワンチャン奴隷。奴隷ってでも CO した後に釣れるのか。奴隷は誰が貴族か知っている。村人陣営だが勝利条件が特殊。 村人がが勝勝利利しした時に貴族が死亡している状態で勝利となりますなのでどうにか貴族を死亡させるように追いやってください。はい、で貴族は襲撃された時に奴隷が代わりに行ってしまうので貴族の名前を言うことはできないと処刑ならいいけどでも処刑した場合は 処刑した場合はいけるけど、村陣営を一置するっていうクソどうでもいいことだから、村人からの賛同は得られない。まあ、奴隷か迷惑な狩人 CO だな。やるとすれば。そうだね。そのぐらいかな。まあ、悪女 CO はありえない。で、あとは、迷惑な狩人でこの CO をすればよくて。で、あとは15人でしょ ?15 人の4、最大4人外でしょ ?1、2、3、4、 五六七八九十十一十二十三十四十五人います悪女が死なない前提で話を進めるんだったら一一日で人狼が三人か一二三だから一日二日三日四日四釣りはいけんのか釣れないまま五日経過すると 4縄ま粉はいいのか5縄目でミスると負けちゃう悪女悪女を悪女の場合はなどうだろうなどうする高田あと2人出てくると想定され霊媒誰か分かんなくて騎士まあやばかったら迷惑な狩人使用をさせていただくというのがよさそうだな迷惑な狩人をあぶり出すだけでめちゃくちゃ美味しいもんな で護衛ななしはできない毎晩誰かを襲撃から守ることができるからうん迷惑な狩人って使用しづらいんだよな絶対だって迷惑な狩人がどこか守ってた場合死なないからあ迷惑な狩人 CO ででも普通に死んでいった場合まあ分かんないのかローラーをした場合に迷惑な狩人が1発目死んだら道連れが発生しなかった場合誰だで護衛をしておいて どうななんんだろう分かんねえなおプレイヤーの皆様大変お待たせいたしました能力講師終了いたしましたので1番高田健司さんから番号順に戻ってきてください 1>,、はい、1日目の話し合いを開始してくださいどうぞー おはようございます。七個はとりあえず悪女教えてもらっていいこれ聞いたろうね。マジでなわかる。選ばれんって名前。信じてるから。信じてるから。じゃあとりあえず7個、7個から言って信じたことが良かったかどうか見よう。信じてるから。俺は。はい。 ちょっとマジレスしていいですか、僕。お、う僕、あのー、あのー、片方に高田さんは選ばれてると思うんですよ。いや、<ー>出てたね、これ。思ってたから俺、俺。正直ね、どちらかは高田か,かじられてるでしょ、これ。 どちらかがわかる、気持ちめっちゃわかる。いや、ででも、俺は高田さん選ぶんだったら、俺キープにするね。あえて。いや、わかる。ケラマラなっても。キープにして、めちゃくちゃ暴れさせる傀儡として。まさか。七、魔あたりは、キープ選択。いや、キープして。いや、七魔王キープっぽすぎて。 そう逆にね高田さんが一番キープあるまあ実際来なかったんだけどキープっぽすぎるところ今回来てない気がするなんかなんか自分に来なかったからこそ来てないの今の隠してんだよこれ今のあの実際来なかったんだけどちょっと白子かったなあいなおやおやキープさんが何かピーピーピーってますね

トゥズル・タカダ十三番アベレージです。アベレージ。アベレージは8番です。はい。四人いるってこと四人いるってことですよ。四人やばい。4人ほしい。はい。はい。僕はデビ様がシです。デビ様が白です。シンタロー・シロです。シンタロー・シ しろです。えっと、ハッチャンは、えっと、アベレージ白です。えおお。え、どの屋さん誰しろって言ったデビィ様です。僕だろなんで、ちょっと僕、偽かどうかチェックしたいんで、アベレージ釣ってもらっていいですかねアベレージ釣ってなんっていい早すかえでも今、4人出たってことは。 えっと、強人も出てる可能性が高いってことですよね。うん。そうですか、ロ老か、老老か、強人か。まあ、50%で釣れるんで、アベレージとかしますかああ、お金さんなですあの、スライドします。ええちょっとちょっと。リドラー写真です。何リドラです

でねえー、逆に出た理由はやっぱ占い師出ることによって偽物が出にくくできるのかなと思って出ました。それ,れそれにしては出る順番が遅くない。そうそうあのさ、早いでしょ。

占わないし偽占わないしまあ人間の占ないしっていう状況が基本的な。いや僕あの四人いたからさあの貴族あ奴隷が占い師出てなんか明日貴族にクロスコーするのかなとか思ったから。じゃあ皆さんじゃもう釣られるそうだったらちょっとギドラからさらにいっちゃうんですけど貴族です。ギドラを分かってない。アベレージ貴族貴族しよもいいのこれ。 あどれ以を誰かなっていうふうにちょっと見たかったのもあるんですけど、一人貧乏人が見つかりましたね。え誰だ誰んはい。まだ私のこと釣りたそうにしていましたね。いやいやいや、白売ってるだろ。一番釣れねえだろ。釣りかけて釣れねえだろ。この貴族やべえぞ、マジ。お前の貧乏人。貴族対抗いねえか

ま釣れないよな、うん、ここでアベレーキがさかかガッちゃんが今言いたそうだったけどああの人狼って内通してるから安倍さんの動きって少なくとも黒じゃないような気がしててあそうだね勝ちにしろ白人海もしくは白役職だから放っておきたいなっていう思い大好な,なると,と、ね、そうそうで占い師が今三人いて 一人がおそらく偽物なんだろうなぐらい。恋落ちしてたらちょっと分かんないけど、アイジーと恋、悪女に奪われいや、俺はゃ、勉強たら恋落ちはんじゃねえかなって思ってんだけど。そう。で、一旦本物が二人出てくれてると信じて、それ以外に投票した方がいいのかなって思ってるんですけど、皆さんどこに投票するつもりですかこれって例外がカミングアウトはムラリアあんまないですかね いや、俺は全然。なんか、進行も霊媒の人がやってくれるんだったら。確かにやってもらいたいかも。でも、対抗が出るかもしれないですもんね。そこでね。うん。頼む、霊媒助けてくれ。まあ、一意見、いいですか。占い師三人いて、確かに村人陣営、二人、あの、言うから、割合的には、三分の一しか人外が釣れないんですけど。偽占い師って、僕、実質人外だと思うんですよね。いや、いやあの、白が、なんか、重なっても、別に。 白じゃない、にしろが白じゃない可能性がある、大いにあ、出ちゃうから。<laughs> うん、分かりづらいし、なんかグレーっって、なんか役。いくよりは。もう占いから、そして、別に僕はいいんじゃないかなと思ってる派です。だめ。だめ<メ>、ね、占いは一旦。一旦占いから行くのと、僕はずっと八番に投票する。いいで、ねていうか、あの、霊媒出てこなかったら、もう、あの。悪女に声かかってるもんだと思っちゃうよ、俺。すぐ <laughs> 出てこない <laughs> あ。霊媒がのですか。おじつ霊媒ですって、<laughs> はいはい、俺、信じないから、ね。その折り方。 やらしいね。だそうでしょ、霊媒出てきてや、出てこない理由なんか悪女になんか気に入られてるからやろ、これ。それでムラリありますか。いや、まあ、ムラリしかないだろう。全部がムラリあるんじゃねえの。いや、まあ、自由だけどさ、今日出て進行取るのあれだけど、しいたのが大事。ぐらいから行くんだったら、僕逆にハっちゃんが一番本物と思ってから。三か、ドスレんに偽物がいると思ってる、僕はね。 小さなやつでちょわせないから、ハッチャンのアベレージら。悪女だと思われる。いや、なんか僕はハッチャンがアベレージさん白持ってて、でも自分が偽かもしれないから、釣って確認してもいいよっていう発想はと真かなって思ってるんですよ。あ、さなやって確認するのは、アベレージんもって確認って言ってたから、別に白くなくないだって。いや、なんかその発想、人外で出るかなって思っちゃった。そうそう。でも、俺が人外だったら、こんなヘイトの集め方しないよ。 やっこしい、ややこしい。いや、むずい。むずいな。全然おかしい。あ、まいか。はい。それでは、議論時間が終了となりました。それでは、カウント入れます。投票三、二、一、テキストチャンネル、エンターキー、どうぞ。では、平坂めさんから、平坂めさんから順番に、ええ、投票してください。平坂めさんから、順番です。はい。あ、すいません。あの、なんとなくね。 あまり情報が出てないがみさんから言っとこうかなみたいなね、あちゃんとのではいあの投票いたしませんで、明日からちゃんとはい許してください。そんな気持ちでいっぱいでございますわね。はいまあ、でもとりあえずね、3人いるんだから、3人いるけど、そのうちの2人はね、あの村人陣営なんで、別に占い師は釣らなくてもいいと思ってますんで。 普通にグレーからでいいと思いますし、ね、占い師から釣って本命、本命じゃないや、なんだっけ。本、ものの占い師をね、釣っちゃったりとかしたら、と、とんでもないことになっちゃいますから。もう大変さ、そんなことになったら、もうこの村と終わりですわ。おい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 。いいのか、終わって、この村が。ああ、いいですわ。<laughs> <laughs> はい。ええー、オラフ君投票で、ええー、オラフルガミーの位置が寡黙だったかなって思ってるんで、そこから投票を選びました。えー、っとね。 占いはもう圧倒的にはっちゃんが僕は偽だと思ってるから、シン様と意見が合わないなって感じ。なんか、<laughs> ええとって考えてから白崎を打ったのと、四神を目が遅かったのと、えっ、ー、と、自分から、えじゃアベレージからつって確認っていうのも、なんか、うん、自分が偽占いでアベレージ、新占い刺さってるケースとかが全く想像できてないから、僕は,はっちゃんがもう偽だと、まあ、昼議論中もさらっと言ったけど、思ってました。あ,あ、僕ですね。いやー、むずっ。うーん。 まあわかる。科目一がオラフ・フルコン神だったのはめっちゃ分かるんで、まあ、そこから入れて死を待つかじゃあその3人から僕も決めてもいいかなとも思ってます占い師はねアルマとは違ってえっとはよく考えたら確かにハッチャンってあの偽占い師か占い師かなって僕も思いました 夜時間のうちにえこれ待ってアベレージ黒,だ黒もあるかもしれないなって考えてないとあれ出ないかなって思ったから本当に考え試行してそうだなと思いました。うんフルコン投票。はい。えっ、ー、と僕はですねあのプテハスさんの偽占いは実質黒が結構怖いなと思っていて。 えっと偽占い占い強人だった場合に3人が強人だった場合に一郎が釣れずにローラーされちゃうのが怖いなっていう印象を受けましたただ皆さん全然ローラーする気配がないので、はいえー、どうしようと今迷っています不袋橋さんに1票入れます布袋うんあの僕あの奴隷なんすよ 取っつけてください。知りたくないです。<laughs> アベレージふざけんな。<laughs> お前調子本だよ。<laughs> お前ドキープやろ。<laughs> アベレージ君キープの新太郎ク本命かなとか勝手に考えてるんですけど。<laughs> <ら>僕は生き残りたいです。アベレージ君やめてくれ。れれアベレージ君に入れます。<laughs> <laughs> 次俺かち,ょちょっと衝撃の仕様があってびっくりしたんでちょっと <laughs> びっくりしたんだけどじゃあオラフ君は奴隷だからあ奴隷仕様ってあんまり言,言わないと思うんですけどまあえっと 白を拾ってるのが、えー、とまずガッチャンは阿部、えー、ちゃんの精査をした時に、あのーまあ、貴族 CEO が出てるんだけど、まあ、貴族 CEO の本当かどうかはまた別にしてあでもまあ小倉君の今の話があるから多分貴族っぽいんだけど、まあ、とりあえずキープでいいんじゃないっていう意見がすごい白かった。 えとあとプテもね割と議論的にはまあまあ白そうだなという感じは、えー、受け取ったかなあとごめんちょっとなんで白っぽいか覚えてないけど、あのー、平坂メイもちょっと白いなと思いました投票は古ンさんに重ねてみますはいです。 俺らねこの中だと慎太郎君の意見が一番なんかあの頭にすっと入ってきたなってはっちゃんがはじめ白って,ってあの同じ対抗の占い師に出した時点でのあの戸惑い方が <laughs> 多分みんな偽占い師なんじゃないかなと思ったと思うんですよねでもその後安阿部ちゃんがスライドしましたで貴族だって言ってます、うん、しかもオラフ君も使用しました阿部ちゃん白まで確定で今盤面上見えてますそうなるとはっちゃんって偽占い師か新占い師の可能性が一番高いと思うんで あのドズルさん、高田健志の方から釣っていくっていうのは、俺も賛成だなと思いましたが、うんうん、えっと、なんか、安倍ちゃん釣りたかった真奥に入れます。安倍ちゃんを釣りたかったくんに入れる。別に釣りたがいいだろう。え、7個のそれ、ちょっと意味わかんないな。7個ちょっとマイナス。僕ですね。はい、<個>はい、えー、僕はまず占いの中では、そうっすね。印象をドズルさんがストレートな。 推理ですごい印象良かったんでえ白っぽいかなと思ってます。あとはちょっとわかんないんですけどえグレーって感じでえと同じくガッチャンさんのえ印象がすごくいいです。で、あと今回はグレー位置からカ目クイから鶴でいいかなと思ってるんで僕はガミさんに投票を重ねようかなと思います。今僕つらの方がええんちゃいますかね <laughs>。 白っぽいな紙、はいえー、です。んまあ、科目一から釣るのであれば僕はもう選択権はフルコンさんしかなくて占い師ぐらいしか喋るところはないと思ってるんですけど僕もはっちゃんの4 c 多めで人外は薄いかなと思ってて今回強陣も内通できてるので、うん、人外が最初の会議で2人占い師出ようぜ ってやるのかって言うんだな,んだな、まあ、薄めでハッチャンアベレージュに人害はあるかもですけど <laughs> それよりは新占いか偽占いでハッチャンは見てます、はい、フルコンさんに投票でお願いします、うん、しいやこれ僕もねなんかハッチャンアベレージュのに人害全然あるなって思ってたんだけどな、はあ、まあオラフドレイシオからの 感じだとまあこれはベレージがつきぞくプランやばい貴族がいる村にねどうやら僕は死んでるみたいなんだけど <laughs> ここいったん売いそうだね、売らなーつきの流れじゃないっぽいし。やい,いや、誰に重ねようかなー。いや、悩むね。いや、まあここで紙に重ねておこうかな。なるほどね。はい。 えーというわけで、貴族系 YouTuber のアグレージですと、なんだこいつまあ、愚かな貧乏人のね、奴隷が、なんだこいつ。やめた方がいいんじゃないですかね、そんな。オラフ奴隷。僕は、まあ、グレー一というか、まあ、賞でも分かっちゃってるんですけど、逆らうべきものは全員処します。なんでオラフ君に入れます。まあ、占い位置の精査は、 うんまあドズルさん白目で見ててはっちゃんは偽なのかなと思っております。うんうんうん。どれ信用ってやばいな、はい。慎太郎投票します。どこ行くガミさんに投票します。あ<ー>えーっとね、現状理由割愛するけど、奈良子さんとプテラ高橋さんとあと、平坂芽衣さん。うん、意見は違うけど、有馬さんのこともそんな疑ってないぐらいのスケール。 うん、で、古久保さんとガメさんに、まあ、少なからず人外は良いそうっていう感覚を持っていて、いい感覚じゃないとドラムさんとアベレージさんはどっちも真の役職、<laughs> 奴隷貴族でいいと思います。あまり語りづらい役職かなと思ってるんで、まあそうね。吉川さんと真央さんの意見はいいんだけど、ここはまだ僕、結構白で置き切れてないというか、まあ人外でも言えるかなぐらいの印象です。なるほど。でも意見いいって言われた。悪い気分はしないね。まあ無理か。 投票は、あいけんのか。投票は、アベレージに入れます、まあ。真の貴族だとは思ってますけど、入れます。うんうん、えっとね、恋人がなさそうだなと思ったのが、うんえー、7個。うん、で、ガミフルコンもないと思ってて、こんだけ投票集まってる状態で、何かしらのアクションがないかないと思ってて、うん、でオラフくんもないでしょ。 うん、ないね。で、えっと、貴族がアベレージが確定したんだったらガッチャもなさそうかなと思っているから、うん、アベレージかアルマに恋人か悪女いると思ってる。うん、アベレージアルマ。アベアルマ。うんアルマアルマありそうだよ、はい、えー、きあの悪女に関しての精査ちょっと高田さんと全く一緒で。 いやもうあんだあの占い師で出た後に貴族っていう隠しろのスライドすることによってもうその悪女からもらってるのなんかちょっと隠せて釣り位置にならなくなろうとしてるんじゃないって思っちゃってますでえっ、ー、と今回あの56で行きたかったんですけど多分票数的に真央さん間に合うかな僕あの真央さんに入れますうんはい中ミさんはちょっと白くなっちゃった 白いって思っちゃいましたなんでなんでえっと多分私が最終票だと思ってますえー、っと票を並べるためにフルコンさんに投票したいと思いますえー、っとですね意,意見割れてるけどアルマさんしん太郎さんの2人がムラムラな可能性は結構あるなと感じてるのとあっちゃんさんが多分占い師もしくは偽占い師、うん、あの村人側の役職かな と思ってるのとまだフィーリング段階だけどプテアスさんもちょっと白置きたいマオさんは私のこと白置いてくれたけど感覚ちょっと警戒したいなというふうに思ってますバレてるねええアベオラフのお二人を現状確定で思ってるので疑ってはおりません、うん、以上になりますなるほどね こそれでは投票の結果は本日はフルコンさんガミさんの決選投票となります貴族のお二人は弁明する時間50秒間設けられますので弁明先にしたい方から弁明をお願いいたします,は、ね、はで,すではマイクミート解除していいですよフルコンさんとガミさんじゃあ先いいですか何の用でいるんだろうな、はい、ええー、とフルコンさん役職あるんであれば えー、あーど,うどうなんだろうなわかんないや。使用します。迷惑なカリウドです。ああ、いいね。で、いいね。いいね。フルコンスパンがね、いいねなんか役職ありそうな雰囲気だったんで、で僕、ね、カリウドで貴族奴隷出てるから、もうあと貴族の息子か、霊媒かなと思って釣られていこうと思ったんですが、うん、独裁あんねんな。わかんないや。 気を失うわ、うん、それよりはやっぱりッ <laughs> ちゃんのアベレージ3白がどうしても新結果に見えてるのでアベレージさんほぼほぼ貴族だと思っててだか,だからそれもあって八アベに陣外っていうのは裏、えー、すごく薄めに見てるのでッちゃんが村陣営っぽいって言ってた慎太郎さんプテアスさん七個の印象がいいっていう。ではフルコンさん弁明をお願いいたします。 ですねこのタイミングんー僕釣られると結果的に全体のグレー全体から適当に釣られることになりそうなるんで。貴族の息子だ。<laughs> それだったら迷惑なカリウドさんを落とし 貴族の息子だいいという気はしています。こ <laughs> っちの方がムラリアンのかな。かなまあどうなんだ。いや、うん、貴族の息子だ、ね、こいつ。僕が素直に釣られるっていうのが一番ムラリあんのかな。<laughs> えー、いやランダムでもいいんじゃなの,の息子ですどうもあ使用したじゃん。イゴンとき言わなきゃランダムで釣られないの。いや使用したよな。 そうね今パニクってますが今ー m ーしたでしょそれでは終了でございますでは皆様ただいまから決選投票を行いまして一<れ>番フルコンさん2番ガミさん一番か2番投票したい方の番号のみを入力で待機お願いいたしますこれどっちだろうランダム、はい、それではえー、参りましょう投票321ドン 1>, にじゃね、1番フルコンさんに投票されてる方がドズルさん中野アルマさんプテラ高橋さん平坂芽いさんオラフ君アベレージさんはっちゃん慎太郎さんの9票です2番ガミさんに投票されてる方が真央、ね、さん高橋よ須賀さんそうだよなな子さんデビデビデビル様の4名でございます 投票の結果本日処刑されるのはフルコンさんですそれでは遺言をお願いいたします貴族の息子しようでるぞ私は貴族の息子だこいつが身代わりになるよろしくやだやだやめろなんで俺身代わりしようとしてんだこいつあまだそのまま遺言を続けていただいて大丈夫ですかああそうかはいあの終わった後にあのします貴族の息子なんで誰かがランダムで釣られることになるかと思いますこれ人外は釣られないよだな だからまだ僕死なないんですよね遺言って言いながらうん<ー>今の印象だとそうっすよね安倍ちゃんとオラフ君の貴族奴隷はそれも確定でまあガミカムよねどう考えたの僕の中ではかなりいいんすよねガミカムで二枚抜き激激激うまいよな <laughs> ガミカムで二枚抜き今の僕の中の印象は それぐらいです。他のメンバーはそれほど特に印象がありません。はい、はい、それでは、フルコンさんは貴族の息子カミングアウトをして、能力が発動いたします。一度だけ誰かを身代わりにできます。フルコンさん自身は死亡しません。んはい、では、<laughs> えー、ランダムで選びますので、私の画面の方、注目ください。これ、人害も死ぬの数字が出た方が、フルコンさんの身代わりになって処刑されます。<laughs> いやフルコンさんも祈っててください。そのままね、マイクブートの解除の状態で。はい る誰が死んでも誰が死ぬの十中身代わりの結果 <laughs> 中野アルマさんが処刑されますそれでは中野アルマさんは50秒間の遺言をお願いいたします <laughs>、はい、いやでもこれね僕でよかったです僕スムラ使用しますあの<ー>役が全部出るんでえー、と明日多分霊媒が出て貴族関係も全部出てるんで僕スムラ使用しますお<ー>だ明日フルオープンでいいと思ってるんでもう一枚のスムラも出てきてほしい なるほど。えっとね、僕はガミさんが印象よくなってたんで、投票中に。八山アベレージン二人がおったのが僕と一緒の思考だったんで、でそのガミさんの白上げをした八山の印象がちょっとよくなった。で、僕はシン様とスキルが合わないんだけど、シン様は新しい視点をどんどん出してくれるか、そんな疑ってなくて、やっぱルシン様がそれを村々だと思うと、一番最初に言って、吉田さんが一番今印象がいいうん、うん、と思ってます。まあ、す僕は然、ね、これをなんかしてませんからね。 皆さんに言っておくと僕、様ムなんで何もないです。なら僕で良かったと思ってます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、それでは中野アロマさんはビデオの停止マイクルミュートお願いいたします。それでは皆様、えー、恐ろしい夜がやってまいりますのでビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。あ、もうガミ、紙読だよな。<laughs> なら<こ>さ、はら、なら、おやすみなら、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 なな 人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。一分間の作戦会議スタートしてください。どうぞ。これ誰か小用ちしてんだろう。<laughs> う,う。そういうことそう <laughs> いうことしてない <laughs> 俺マジでしてない、本当に。俺マジでしてないから。してないです、うん。してないし、これは多分もう疑ってもしょうがないから。あの、ガミさんガです<は>で。ガミ、神毒でしょもう二枚抜けて、で、悪女まで抜けたらもう最高だから。最高で、ね。うん、いやあの。 俺と真央君の,、うん、あのが何で出るかをもう決めておきたい,たい,決めといた方がいいす、ねそ。そう、やばいよね、どうしよう。これさ、権威的に霊媒で出得だと思うあ、どうだろう、分かんないけど、俺は適当にどっかに黒打つ予定よ。で、俺が陣外か真みたいな感じになるのがいいかな僕は、くテさんに白を出そうと思います。うん、ドズルさん白のままでいい。はい、オッケーです。俺黒打ちして。俺、スムラスだけ決めておきましょう、真尾さんと真尾さんの。俺、スムラで出るじゃん。 うん、そうね。7個じゃかうーん、そうね。俺、例外で出るわ。ちょっとこれ、出ないときついよな。決色が。そうそ7個、こういうしてないな、これ。やばそう。してないです。あの、うん、例外で出るわ。えらい。 俺も出ろと言われれば出れるよということだけ、恋落ちしてないというアピールで。トズさ落ちてないですよね、トズルさん。いや、トさんみんなここの4人は絶対大丈夫です。トズルさん。トズルさん本当。それでは僕は本日の襲撃先を教えてください。ガで。ギアミで。はい、それでは本日ガミさんを襲撃いたします。めっちゃイモズルでいっぱいしね。いっぱいしね。いっぱいしね。誰が恋人かマジわかんないこれ。 はいそれでは作戦会議終了ですビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますえーもうスムラーだよなスムラーが2枚しかいないから独裁者って CO した時点で出ちゃうからどうしようもなくね貴族の息子出ましたあと出てないのが悪女は CO するわけなくて奴隷も出てて独裁者だけか独裁者だけだあと霊媒がまっ、あ、出るでしょう独裁者が誰かで村が中のあるま もう一人まあ、だが競合することになるよな津村誰かな白欲しいよなでもそうするとな俺占いね俺ねえっていうかだって二人街がもう透けてるから占いが一人潜伏してるんだよな多分一人潜伏してる占いがいてって話をすればよかったなっ新占いもいるもんなこの話すりゃよかった夜どうしよう <laughs> えこれでで霊媒がいて で、これで襲撃がガミでしょガミで、で、ガミは絶対守んないといけないから、ガミが死ん、ガミが死んで、独り死にしてたとしたら、独り死にしてたら、迷惑な狩人って乗っ取れる乗っ取れるかな迷惑な狩人。でも、次の日、俺が噛まれない意味が分かんなくなるんだ。俺が噛まれない意味が分からない。だから、紙毒だもんな。次の日、俺は破綻することになるので、乗っ取れない。 から言えないそうなんだよな CO ができない髪が万が一一人道連れが出なかった場合は言えないって言おうかスムラでも釣られるもんなどっちにしてもこれ悪女どこかなマジで悪女どこかな分からんねえ車演一覧悪じゃねえ来てほしい なんか誰かキープされてるような気するんだよな悪女も CO しないといけないから悪女は悪女であるんだこれ村側の視点で推理するのね無理 <laughs> マジで無理村側を経験したことがないから村側の脳みそにならないよこんなの <laughs> 村の脳みそにならん 悪女もいるから、一応 CO は被るんだけど、どっから釣るよって話になるよな、あとはな。人外割とサクサク生き残りそうな気はするんだけどな。うーん、まどうなるかだな。悪女、悪女抜けないと意味ないからな。悪女が抜けないと意味がないからな。でも死んじゃうともう、 あれだよ紙で2紙になるからそうすると一縄減るのかズバズバっていくから言わないじゃなくて言えないこれが俺の俺のできる最大の情報これでも納得してくれないならとか言ってみるかダメかもしれん <laughs> 言わないじゃなくて言えないこれが俺が言える最大の情報だ <laughs> さあどうなるか位置連れで俺らは知らない死なないからな二日目の朝を迎えました一、うん、番高田圭さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました、うん、昨晩の犠牲者はガミさんとアベレイジさんです今もたりがビデオの停止をお願いいたします <laughs> それでは話し合いを七分間で開始してくださいどうぞ

俺も最後言いたいな。あ、じゃあ俺先言いますよ。うん。デビデビデビル黒です。なるほどね。おかえりです。お前先えー。ノイキャンされてる。そうやな。えー、はっちゃん、えー、魔王黒です。魔王黒。ははいいじゃあ、どっちかさまとか、わかりやすい。デデビビ様これ、ごめんなさい。僕が偽確定ってことですか 偽さんが村役職の偽占い師確定です。偽確定ですね。じゃあ僕、ごめんなさい、黙っときます。はい。もう今後、占いが意味ないってことですもんね、白しか出ない。あんまりあんまりごちゃらせたくないけど、新占い師があの悪女に隠されている場合は、えとそうとは限らないですよ。ああ、まあ確かに。どういうことええっと、よし。え、だから、消えた 本物の占い師が本当はカミングアウトしてないケース。可能性がありますっていうことそう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 。だから、まあフロントもいいかもしれないよね。てか、た分そうだと思うさっきの段階で中野くんが村人なんで出たじゃないですか。だから村人残り一人なんですよ。そうですよね。はい、えっと、15番高橋よすがすむらです。おお、じゃあ、すむら対抗ね。 新太郎ロウ、スムラ、スムラ、スムラ、キてドは誰だっけクテラ、タカワシ、シンタロ9番、九番、シンタロウ、十4 15、十だね、あと死んだアルマ。え、でも、スムラ成立しないから、そこらへんも全部、吸ったらとりあえずって感じはあるよ。これ、スムラ4人出てるってことですかそう、スムちゃんえ、なんかさ、ちょっと、いいですかはい。

デビさんしても高田さんぶっ殺せばいいだって。確定人間やねデビ様って。いやいやいや。確かに強人だった。いやん。勿体ないかなみたいそうですよデビ様。私が占ったねマオ様。こちら行きましょう。魔王様。マオ様。えっとね。人外使用します。デビ様に黒打ったのはえっと一応悪女読みで打ってるのでおそらく悪女だと思ってます。はいはいはい。でも今の感じだと多分。 まあ違うとあれあ、でも、あ、そうか。役職が被ることはあるのか。なので、あの、俺を含めてローラーしてください、デビ様まで。なんでだよ。デビ様まで。命軽い人害ってことです、あたかなまあそう見えるし。でも使えるんでしょ、デビ様は。ああ、そうだよいつ。ぶっ放るんでだからそれを、それです、もう確定するから。まあ、ぶっ放してはもらわないと。使った瞬間に たぶん、高田さんがやそう、独裁者の場合は、使用したらどっちみち俺が死ぬから、もう俺は人外使用して、独裁者使用ができない以上、デビ様をほぼ悪女だと俺は思っているから、デビ様を釣ってくださいと俺は宣言します。それ僕釣れじゃなくて人狼にやってほしいな。処理というか。人狼側は、えっと、えっと、俺から俺の視点を述べますね。人狼側は俺が人外使用し、ドズルさんが、えっと、偽占い師確定、ハッチャンの新占い師まで確定しているので、ハッチャンが安定なので。そうか。 そうです。えっと、彼とがも死んでるので、ハッチャンが見当てなので、デビ様は、カム、選択肢に人が入らないです。え、これ、高田さん、十郎でなんか先に釣られたいみたいな、なんかちょっと、そういうのも感じる。これも、まあ、考察してもらっていいけど、デビ様が俺、悪女指でンを呼びでるので、僕が悪クションなわけないじゃん。 これ、デビさんがまず悪女かどうかわかんないっていうのと、ううの仮に悪女の場合でも結構連れ名は厳しいんですよね。<あ>村はもうこれ以れないから。そうですだから村側としても人狼に噛んでほしいんですよ。うん、じゃないとこれはもうつれない。どないえっと、だとしたら、えー、ごめんなさい。えっと、キープか本命先は慎太郎でいいと思ってます。はい、プテハシ、タカヨスが慎太郎の組み合わせの数が合っていないので、うん、アルマも含めるとね。うんうん 心太郎のフォローの仕方がほぼ悪職から分かる。いやいやごめん、ちょっとこれはそうだが先に聞いたけどさ、僕は01か05つろかと思ってんねけど、どっちがいいと思う僕は05派です。あの、8ちゃんが新確定なので、ああそかまだ確定はしない。だから、デヴィ様が能力を行使できたら CEO で、あの、独裁者使用して、うん、それが通ったらそれでいいと思うけど、ああ<ー><然>殺せばいいいんんだうや、デビィ様もったいないよ。 あら、そっか一回しか使えんからか。まあでもさい、他にいないから家庭ではあるのかほぼほぼ。いやそれをさ別に確定では。岡田さんいければ。ん。僕はそうの派ですはい。 え、どっち、みんなはどっちって僕もゼロ五半。まあロ五でいいんじゃないすかねあ、やっぱ05からつっていってちょっと待って、俺する感じになってるちょっと待って、えっとねごめん、俺目線で、待って、ていうかさドズルさんがさ、あのごめん、えっと破綻してんのってどういう、あれであその偽占い師確定してるのか偽占い師確定してるのねこれね、ごめん、俺もえっとね、どうしようかな使用使用するわ、え俺ね、あの俺が、あれ、えっと、迷惑なカリオなんだけど

やっぱりちょっとみんな住まっいやだからねそのせつだろうなでものせいに行けば使ってもらわないと俺は釣りの目のあれでは釣りのめな話し合が独裁するよ独裁臭い強しましたはいかしごめんました。じゃあ一応時間ギリギリで僕が介入する前だったので独裁者写真を受け付けまして東用時間がに移りますそして独裁者が指定した人が釣られますので皆さん他の方はマイクミュートでお願いいたしますデビデビデビル様以外の方はマイクミュートでお願いいたします黙れ 僕が独裁を堪うした<ス>それではデ、うん、ビさんは独裁を堪うしたゼロゴーあ<っ>もうかぶっはんだ独裁<ス>、はい、者の能力の結果魔王さんが処刑されます遺言をお願いいたしますどうぞ最低ですよこんな独裁信じられない僕は村を守るための狩人だったのに神が恋人で死んでる のでまあ一応悪女は落ちたと思いますがするってとでもするってえと新占い師はどこにいるんだ何で潜ってんだろすぬらしようスムラしてるえっ、ー、とね一応怪しいとこだけ落としとくか怪しいところはえっとねえー、フルコンさんはもう隠しろ七個えー、7個メイだったら メイ、えー、様の方が白いと思っていたのでナナコの方が偽かな。うん。独裁スイッチふざけたことしやがって。すんげえ悪い顔してんじゃねえかこいつ。そんな顔できんの？すごいや。<laughs> クソ笑ってるやんけ。臭っ。それではマオさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。黒たれたそれでは、ね、皆様 <laughs> 夜時間スタートです。おやすみなさいませいやこんにちは。 まあまあまあ仕方がないでしょう人狼の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします頑<張>れ <laughs> まだんかドズルさん生き残りそうな感じそれでは3名となりました<偽>では1分間の作戦会議をスタートしてくださいどうぞこれ、えー さんとしん慎太郎さんとよすがさんの中にあ<え>悪女と偽占い師、ね、いね、うんうち偽占い師のものの中に。だから、紙、ま、独、あ、だけど、新占い師から噛んじゃってもいいんじゃないそう、ね、ここでもあれじゃないですか、えっとあれ新占いあそうか新占いから噛んだほうがいいですよねそう。はっちゃん噛んで、どっかんんが,がもう偽占い師確定盤面になってくれてるから。 残す価値あるかいやないなは、まあ、はっちゃんかんだうがいいな多分はっちゃんかんだうがいいと思います僕そうねうちの7パは七てられちゃったら落ちてなさそう、ね、まあ例外占さそうだけどただ村人の方もなんか浮き彫りになっていくのしんどいから、うんうん、はっちゃん噛むか,かゃん噛むしかないかなかむしかないかなって感じやな、うんうん、そうねドズルさんが生き残り続けるのがちょっと多分まあでもそっか,、まあ、でもそかいや,もこい,やいいんじゃないあの恋人かむみたいな、はい 感じが多分できると思うから独裁使わせたのはでかいゃあ俺が頑張って名誉上に勝ちますうイジャビさん本当に独裁だったのかだか <laughs> それらが <laughs> 本日の襲撃先を教えてくださいハッチャンはいそれでは本日はっちゃんを襲撃いたしますではビデオの停止マイクロミュートお願いいたしますよしよし そうだ、ね、偽占い、はっちゃんが俺に黒打った時点で新占い出てて、偽占いが出てきてないから、で、須村 CEO が中野アルマ、ヨスが慎太郎プテで、中野アルマがすでに死んだか恋人が落ちてないので、ヨスが慎太郎プテの中にいるけど、まあ慎太郎が、おそらく、慎太郎はね、挙動が変だったね。なんか、付き合ってる感じしたわ。慎太郎ね、本命だと思う。ヨスが悪女、慎太郎、 本命プテ相方みたいな <laughs> どうありそうな気がするな独裁スイッチ押されたらどうしようもないからな慎太郎がそう慎太郎が神崎人狼に処理してもらった方がいいみたいなこと言ってたけどあの発言ってなんかちょっと変だよな悪女ケアう々ぬかんぬんみたいなことを言ってたけどさ <laughs> <不定>心 <laughs> なるほどねいやーなんか <laughs> まあしょうがないな黒で捕まったけどいやーでも逆に気楽に見れるのいいなそれはそれでいいなそう釣り縄に余裕がないのは美味しいのでえごめんちょっとさコメント欄に教えてもらいたいんだけどさドズルさんがさあそうかあ白白で出てるからかで他の占い師が黒黒打ってるから白白かしか打てない ドズルさんが偽占い師確定したのかまあはっちゃん殺してでまあ2人とも真央の結果が黒で出るよねこの結果はあんまり意味がないけどでえー、っとあとはまあドズルさんが偽真占い師っていうのを本物の偽真占い師に打たれなければこういううち偽占い師が手玉だった時にドズルさんに縄が伸びるかどっちにしても使用できないもんなもうもはや。 偽取れる率が上がるからまあでも白々で打っていくこのドズルさんが死んで残りの老朽で潜伏偽を終えてなくないどういうことどういうことちょむずい <laughs> 初めて盤面すぎてむずいドズルさんが死んで残り老朽で潜伏偽を終えてなくない、まあ、まあ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 なんかでもある3日目の朝を迎えましたねいさんかのビデオの開始のみをして戻ってきてきくださいどうだろうね 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者はっちゃんですっちゃんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在10名生存ですそれでは話し合いを開始してくださいどうぞおはようございます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 まきは結果出しますかはいはいえっとええ真央くん黒です狼です あ、さんですわまあそうです。まあそううしかない今日の釣りはもう高田さんで固定だよね。固定でいいと思います。これあのプテさんが塩はプテさん特にないんですかプテとガッちゃんとタロちゃんがそれぞれムラムラムラ出てる。ここに悪女と人狼がいる状態だって。悪女人狼スムラ 自分の釣りをした場合は悪女陣営が勝つ可能性が高くなるのでそれだだけは考えてくさまあでもまだ1枚だから。じゃあ高田さんの発言からすると悪女釣ってほしいってなった場合はこの村人から釣ってほしいってことですかんてか村人が選択があって真央が一人人狼で釣れたじゃん。 で人,外が今3人残ってます、うん、人狼陣営がね2 4人だあと釣り縄が4回で人狼陣営が3人残ってんだけど悪女から釣れば釣り縄が減らないです今246810人なので、えー、と悪女陣営から釣った場合は基本的に釣り名が減りませんなんでかっつったら、えー、と奇数に戻るだけだから釣り名が減らないんだけど 陣外から釣ると偶数なので4名はしかないので釣り長足りずに悪女陣営が勝ちます。それは明日で大丈夫なんで宝さん釣ってで僕とか布袋さんとか吉田さんがしゃべる方が多分村も精査がしやすいから一日で来るからね。えっとね俺の予想だけ言っとくね。えっと慎太郎・布袋橋・高橋・吉田の中に悪女とキープとプラスアルファ本命どっちか絶対いると思ってるので適当に1本釣っていいと思います。 あそうですよ新太郎とおろしたよな。うんうん、えっと、議論の仕方的に。で、基本的にはプテハシか新太郎どっちかつってください。自分が人外陣営で、えっと、俺の陣営が勝つために悪女を今か考えて推理してるので、俺の考察は結構詰まってると思ってください。えっと、えー、村人の今、見方をしてます。うん。悪女を釣らないとダメなは。で。その上で、はい、あの霊媒の精査もしたいんで、はいはい、僕、村人だから、霊媒の精査を外しても負けがあるんで、うんえー、この2人が今何を持ってるか。 あのさんがですねあの前にガミ,、えー、とガミさんとかフルコンさんがつられそうになったときの投票で、ななこさんが真緒さんに投票してるんですよ。はいうん、だから、はいうん、真緒さんと切ってるので、切れてる主張するために、今、まあ、ななこさんは黒なのかなっていう、いや、俺、うん、あの時き真央に投票したしっていうための布石をそこで打ってるのかなって思ってるんで、うんうん、私は高田さん、佐々木をで、ななこさんが黒読み。 まあ俺、あれ別に俺、結構だいぶ早い段階での投票だったんで、別にあのガミフルコンで魔王の中から、ああのまあ普通に魔王君に疑ってたのは初めから話した通りだけど、むしろその後のさ、ガミフルコンになった時にあに、名誉女王はえっとどっちに出たんだっけ、はい、え私は,は、ね、もちろんフルコンさんに入れましたわね。なぜかというと、やっぱりね、ランダム処刑っていうもうね、はい。 ちょっっと見たいいてうあなるほど俺しての話をするとあの段階でガミちゃんのは全然あったのでガミちゃんのから裏っにガミちゃんの方を処刑してその心眼を見たいっていうのがそもそもの霊媒師の発想であって古に来から釣るのはランダムなんで村人川陣営の役職っていうかそもそも俺が落ちる可能性も全然あったので。 それは飲めないと思ったんでん、はい、絶対ガミちゃんから釣らな,なきゃって思ってます全然ガミさんが偽、うん、あの偽のめ迷惑な狩人の可能性もありましたんでまあ回避でね言って実はそのやっぱりねガミさん投票の中の人たちの中にもしかしたら本物がいるかもしれないから まああ別にとりあえず古さんんしてもいいんじゃないかななと思ったであななんで、えっと、新霊媒師だったらそれめっちゃ危険だなっていうことは全然考えてないなっていうことです。っですね、だって、じゃあ、じゃあなんで書店名誉上出なかったんですか、はい、いや、それを言ったら、ななこさんだってそうですよ、ね、俺は理由あります、俺書店出なかったのは、確実に2日目に結果を出したかったので、これがあの迷惑な借り人に守られた場合、1人だけ霊媒師で出てきて、守られた場合、いいね、俺まで落ちる可能性があったので、俺は2日目に出ようって決めてました。 なので、それも踏まえた上であのランダム処刑で落ちるのは絶対嫌だったから、俺はガミちゃんに入れなくてもい,いいますい。貴族が出た後だったら出てもよかったんじゃないですか、お嬢貴族が出た後っていうのは、えっ、ー、と、ああの時ってまだオラフ君の奴隷が出てないんで、あのー、確定貴族っていうのが出てなかったんで、まだ見てなかったっすね。まあ、まあ、ごめん、あの辺はちょっと情報が一気に増えたんで。 僕は今今今だの時点での意見を言うと、お嬢7子だったらお嬢の方がシンぽいね。僕7子さんの方がシンプー。僕はお嬢の方がシンぽい。なんか途中の議論で、メイ様の。の丈夫お互い。 高田健志釣りじゃなくて真央の方に誘導したなっていう印象があってそこが白かった印象があってであと7子は途中の議論こういうケースもあるよねっていうなんか会議の茶茶入れお時間がちょっとあったんでそんなに言ってないかなっと思っってるえー、っとね俺が釣られそうだから俺ここし喋らせてほしくて明日霊媒師が釣れたんではないですちなみに。 慎太郎、高橋、四隅、プテ橋の中の悪女を釣れたんです。なので、霊媒師の議論を基本的にはしても意味ないから慎太郎がそれをしているから、やっぱり悪女でいいと思ってます。いや、別に今日はする必要はありますよ。今日はた宝さん釣り固定の日だから。固定で、明日が霊媒師の釣りたんじゃないから意味がないです。明日はだから僕の村を伝えるために霊媒の話をしてほしくて、僕は結の奈良子さんが本物の霊媒師かなて思ってて、現状はプテさんのほうが悪女で、四隅さんの人狼で見てます。いいね。 アシナナコさんが新・新太郎さんが悪女プテハシさんが人狼だと推理してます。基本的にね、どうなんだろうな、高橋はすごい。悪女ないと思ってんだけどな。それでは、7試合目の終了となります。ねね、高す投票3 2, 1,、2、1、ドン。 ちょっと慎太郎くオフライングしました,がいってした。えー、まあ一旦そのままいきましょう。では慎太郎さんから投票をお願いいたします。ど確かちょっとすいません、早すぎました。投票、高田健一さんに1票。うんうん、1> えっと、今のは僕の素直なせいで喋るんですけど、テてさんが悪女、かつ、そうか、キープだろうが死ぬんだからうう、メイさんが人狼で、いや、神ないわ。本命にされてると思う。 ごめんごめん絶対自分の相方はどうせ知るな姉さまに髪の選択権与えてほしくなくて僕はプテさんがにを通してほしいわ。名様がそれを判定するかもしれないけどよすがさんで言ってます僕よさくさん人狼はと思ってるんで,でその上で奈良子さんが心霊媒高田さんも人狼みたいなちゃーか。はい慎太郎の推理ね通ってるんだけど結構違和感がすごいんだよな公表は 神、まあね、が本命だと思ってるキープだったとしてもどうせ死ぬから死ぬんだったらキープだった時に一矢報いたいって必ず神は考えるから神は絶対に悪女陣営ではない QED 証明終了 <laughs> 絶対あいつは言う死ぬんだったら慎太郎は釣られるんだったら絶対に言うね<日>あいつはキープは必ず裏切らないとダメなので。 自分がキープかどうかの判定を今日の夜の悪女との会話で頑張って見つけてください。なキープは必ず明日悪女を売るターンです。なので自分がキープかどうかを頑張って考えてください。キープ誰だと思うどうぞ。俺よか、高橋四つが本命、はい、慎太郎、えー、逆の、えっと、高橋さに1票入れます。 でごめんなさい自分の頭の整理のために改めて確認するとオラフ君奴隷確定,確定デヴィ様独裁者確定、はい、えフルコンさん息子確定、はい、そして僕が偽占い師確定ななこさんとメイ様が霊媒霊媒で出ていてこちらに人狼陣営が1人とずるさん上手くないと思ってます村が4人出ているのでこの中に悪女陣営が、えー、2人3人いるのかなと思っています はいごめんなさいこれぐらいしか整理できてません以上ですはい高橋よすが投票します高田健史さんに入れさせていただきますドズさんの言ってることで多分合ってると思っており霊媒の精査に付け加えると名誉嬢様が1日目に1票目にどぐれに投票していることから、はい、フットワークが軽い強人の方なのかなと推理しているのと七子さんの投票理由が割と納得いったので七子さんを信用しています なんか悪女人生で7個してない。7個あるくらいキープ。7個本命あるくらい。の,の視点にななってますなんか今すごい違和感を感じた。ね、ないそれ以降は明日またちょっと考えらい話させていただきます。私か,は上なんか7個上げがすごいよ 七子さ四吉賀慎太郎で,で,、まあ、で濃厚に付き合ってて、付き合ってるけど、キープのこと助けてやろうぜって言って、違い違 <laughs> いうか、ね、違てい、な結構情報としてとるほど、なるほど、違和感がすごい。<laughs> それを話したかったっていうのがありましたただ時間がなかったのであんま話せなかったんですけど明日時間があってその話はちょっと待っます<る>で、名誉状結局一日目に出なかった理由は話してないです俺に聞いただけなんかで俺は真央くん疑ってるっていうのはキープ君ちょっとあげてやろうぜって言ってない俺はおそらく名誉状は人狼であ,るいあの人狼会議の中で人あの霊媒師出てって言われた人だと思ってます打ち明けバカ気になるな。まあ一日目に出なかった理由は明日話します私 はい、明日話させていいただこううかなと思うわけですよねいや心して待てよの心があるわけですけれども、まあ、それはそれとして、いや、これね、完全にいいなうん、まあね、私がね、本当にね、なぜかそう入れてしまったフルコンさんに、どうしても、なぜならば、やっぱ配信者としては、貴族の息子がね処刑されるの見たいやんって思うわけですよ、私としては。あ,ねまあ、あなたたち、ミックアスのランダム処刑で誰が出るかな、誰が出るかなってやつ。 見たいでしょ、普通に考えて。そう思ったらね、しかも迷惑なカリウドって結局やっぱね、村人陣営、まあ確定というか、まあ、結局どっちも村人陣営ではあるんだけれどもね。いや目軽いんだよな、マジで。やっぱりカリウドだから守ってわけで,すわよで守ってほしい私は。うん。まあ一日目に出なかった理由はやっぱね、噛まれちゃうのが怖いな、みたいなね。あ、嫌ですわ、って二日目に死ぬのも嫌ですわ、みたいなね。そんな感じですわよね。はい、はお願いいたします。あだ投票って。あうですわて、ね。<laughs> いや慎太郎のムラは何よな絶対ない、絶対ない、絶対ない。はい、まず、えー、投票先は高田健司さんです。で、そうですね、まとめの部分は乙鶴さんが話していただいた通りだと思います。で、七子・日笹目伊勢さんに関しては、うんあの、配信者理論もすごく分かるので <laughs> あの、どっちかというと、七子人外目には見てるんですが、どっちにしろ老っや、新、えー、教やと思ってで、慎太郎がムラでこの動きをするしか思えない、ね。なか っていうのは思ってたんで逆にえっ、ー、と慎太郎さんがそっちの生産落としましょうって持っていったのを見て次のその普天四須が慎太郎から誰か釣ろうっていうのは同意で慎太郎さんかなって今ちょっと思ってますはいええ高田さんに入れますえっと七子さんと三井様のシーンかにせかは七子さんの方がシーンと思ってて まあ出た順番も菜のくさんの方が先でちょっと間を置いてミいー様が出たっていうのと、まああんまり菜のくさんの、あのー、えー、っと、真央さんと投票に関してはあんまり僕は、なんていうんですかね、人道側かなって感じはしなかったんで、菜のくさんの方がシかなと思ってます。えー、<で>いい,、ね、いい投票を受たんだ、ね。えっと、慎太郎くん、よすがさん、プテさんのうち明や、秋屋、慎太郎くん悪女のよすがさん村人の、ええー、プテさん人道かなと思ってて、最初慎太郎くんが、 悪女でフルコンさんなんかキープにさせられてるんかなみたいな思ってたんですけど今のフルコンさんの発言で慎太郎くんを次釣りたいと思います、うん、みたいない<や>その中だったり言ってたんでううちょっと今一瞬かんこんがらがっております慎太郎は釣りたい次つやるとしたら慎太郎くんから行きたいかなって感じは僕はフルコンさんとは同意です以上です もう俺で絵のを語ってたらど入れるんだして <laughs> 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 なんだけど、なんか、まあ、他のことに関しては、ね、なんか慎太郎がさ、めっちゃ頭よくてさ、ずっとさ、おこいつ頭いいんだろうなって思ったらさ、なんか僕の勘あるかもしれないけど、最後らへんのさ、人狼のさ、あやつが、ここも人狼で、ここも人狼でみたいな、あれ人狼一匹連れてるんじゃなかったのみたいな感じいきなり雑になったから、うん、なんかそこらへんが。 ちょっと怪しいなって思ってて七子とは平坂めが平坂めがちょっと信じきれないよお前のことがまあ今日は高田死んでくれまあでも七個死んとれてるのでかいねまあ明日結果何出すかだなはい僕ですねまあいついようかなと思ったんだけどちょっとせっかくなんでここでいって夜時間にみんなで考えてほしいです えっとフルコンさんとガミさんの決選投票だったとき、ガミさん迷惑な借り年をフルコンさん貴族の息子しようだったときに、ガミさんに入れてる、まあ、デビ様ごめんね、デビ様入れてるから申し訳ないんだけど、ナナコ、デビ、ガッチャン、あと1人誰だっけな、4人いたんだよな、<俺>で七コ、<laughs> 個デビ、ガッチャン、マオ、うん、これおかしいと思いますよ。絶対に連れてしまう村人よりも、<ん> <laughs> 貴族の息子でワンちゃん別に悪女とか連れてってくれる可能性もあるからここに入れられてないのは人外要素になると思ってるから七個上で7個でそうかええー、それはさえっ目あとにカリンが露呈したまま残したらさ2人持っていかれる村を確定で持っていかれるからそれはさそれは違くないえっとねやっぱ令和の考察って今日じゃないんです絶対にえっと今日は悪女の考察をすべきでうん 例えば、慎太郎から見たらプテハシ・タカシオスがどっちがか、クジタカシオスがから見たらプテハシ・シ太郎どっちか。だって、迷惑な狩人を残ってたら、確実に村をもう一匹持っていくんだよ。必ず明日釣らないとだ,だったら、ランダム。ランダムよりはさ、ね。飛び出してないわけですよ。しかも、三人からすなんかな。割とね、それはなんか、まあ、好みにもよるような気がするけどな。まあ、自分が人外でね。 場所の中にどうなんだろうなえっとその人外が含まれてるのは分かってる状態なんだけどランダムで持ってかれるのも結構やばいと思うんだよなん多分恋落ちしてないと思うんですよおそらく恋落ちしてないと思っているのでえっと役職者で使用した人たちの恋落ちを一旦追わないでくださいな,るほど、ね、なので神父邸高橋よすがの中に悪女と恋落ちを いると思って,ってうね村に枚い行ったからね。変だと思ってるので、多分そうなってると思います。いいじゃこのみ。それでは中川健三を処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。ごめんなさい。夜行く前にトイレ行っていいですか。あどうぞ。夜行動前に何もない。お手洗いの時間をあ大丈夫です。はい。じゃ<い>もちょっとなか食べるもの取ってくる。お腹減っちゃった。<laughs> めちゃくちゃうまいんだけどおやつカルパスん。めちゃくちゃ人狼楽しいな。 いいねそれではただいまからよる時間、えー、行ってまいりますので皆様、えー、おやすみなさいませでマジでワンチャンドズルさん生き残りで勝てそうじゃね全然勝てそうな気がするなんなら悪女落ちたら勝ちじゃんいやー残っちゃいましたね、はい、いやーそれでは、えー、ただいまから作戦会議を行ってまいります <laughs> はいそれでは参いりましょう1分間の作戦会議をスタートしてくださいどうぞいやどうちょっとここ信じるからね違うやっ てないよね。あ僕はもうやってないです。てないね。俺も例外だから絶対ないよ。あの村が呼んでるて悪女はそこに潜ってますよね。潜ってる。で、偽占い師もそこに潜ってて。偽占いも潜ってて、潜ってもう一人がどっかにいるってことですもんね。うん、そうね。悪女。まあ、てかあの村人の中にえっと偽占い師と悪女と悪女とあれがまあ普通の村人がいる。で、えっとほぼ確実にあのこの。 偽占い師も悪女になってるわけだからもう二悪女が村人の中にいますそうですね OK ですはい今日の神先確認したくて今日はフルコンさんかデビィ様かオラフ君かなと思ってるんですがそうですねえっとフルコンさんは菜ノ子さんに黒出ししてるんですけどここで明らかにフルコンさん噛むとちょっと怪しすぎるかなと思って個人的にはオラフ君かデビィ様オラフ君どれどちらのことかかわいそうにオラフ君にしましょう 本日の襲撃「白女」は釣りで処理しないとオラフ君を噛みますはいそれでは本日オラフ君んをかしますう村の将棋の釣りで処理しないとダメよあの俺らが噛んじゃうとあじゃあもう悪女死んだからあとは普通に役職出てる陣外殺して終わりでしょうになっちゃうから村の釣りを一回分その人狼じゃなくてあの悪女陣営に釣りを使ってもらえる流れがあるから 村目線でも悪女をやんないといけないから俺らがか噛んじゃうと村を助けることになっちゃうから今役職が確定してて生きてるえっとオラフ君奴隷か貴族の息子かまあそこら辺をまあ噛みたいよねって話だね。俺最近さもうほぼあのお魚人狼と毎週会話めっちゃ楽しみしてんだよお魚人狼とお魚人狼とあとあれまあでも新太郎 悪女の本命か悪女か確定だろマジで <laughs> そうガチローガチローめっちゃ見てて超エアップになってる <laughs> 俺ずっと梅犬の視点で見てる俺はもう梅犬視点にずっと住んでるだから俺結構思考が梅犬によってる今あそう全試合見てる梅犬いない時はまあ気分によるけど梅犬いない時は慎太郎行くかな 梅3視点の推しポイントはいや梅犬圧倒的にあいつ強いぞマジでめちゃくちゃ強い梅犬梅犬強くないマジで強いと思う梅犬は俺人狼プレイヤーの中でも相当強いと思うあの陣外と村人の差がない人の方がまあ一般的には強いと言われてる気がするんだけど梅犬はガチで差がないというかあんなに強いの雨スでふにゃふにゃになるの好きハハ 名犬は本当にねあの精査がすごい参考になるな烏丸みゆきもいいよな烏丸みゆきも強いよな三鷹さんもいいよなわかる司さんもいいよな <laughs> <laughs> マジで全員強いからな見てておもろいスケはめちゃくちゃ強いわかる一切知り合いじゃないから呼び捨てにしちゃうけど <laughs> まだ一回もすれちゃうスケ今木はマジで強い俺見てて思う ケースケイマキはわからないんだよね。ケースケイマキは本当にね、あの、村とね人狼の時がね、ガチでわからん、本当に。ただのリスナーおる <laughs> ただリスです。こんにちは。これ、悪女が結構長くやってるな。羊飼い系はマジで村人の時強い。ガチ強いわ。 つかささんの村田コスめっちゃ面白かったね塚田 <laughs> さんの村田コスめっちゃ面白かった <laughs> さあ始まりま始まりますぞ4日目の朝を迎えました2番デビデビデビルさんからビデオの開始のみをして戻ってきてくださいまだいけそう恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者はオラフくんですオラフ君はビデオの停止をしてくださいせっかく生き残ってたねそれでは話し合い開始してください、はい、どうぞおい結 私から先にね偽疑われてる私から先に高田さん白はい白高田さんですですはいそうなんだじゃ絶対に七巨人です白で合ってますよねそうですあってますお互いに狼七個目白なのはい白ですあの高田刑事教授させもうさせ教授確定ですもうからも白ですかさっきは白からも白あって占い師ですえ僕たちも 僕自分が本命だったらもう負けだと思ってるんで。あそれ私もそう。えどういうことどういうことワンスキャプテンだ。ワキ僕キープか本命。私もキープか本命なんですけど、絶対私が手玉です。んうん。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 うますん。うん。だん。う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 ん。日ん。う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 ん。ん。

あの教えてあげますよ教えてくださいありがとうございます教えてあげますもうこれもう僕人家家じないからあのここまで尽くしてくれたあの手玉くんのね勝利に貢献したいと思います私は確かに悪女ですまあちょっと今はどっちがキープかは言いません釣られてからのね。寝られてからの楽しみからえっとまあだなのでお嬢が これ霊媒師、死んです。はい。え、じゃあ、バナナにしじゃん。しんたろうが、え、にせ、占い師確定です、これは。なんだかうと、真央にしろが出てたから。なのでね、え、々木きたさんなんで、ドズルななこが人狼なんだけど、どうなんどうねああ、まあ、ね。はい。どっちが死ぬんでしょ、これ。いや、ちょっと待って。ちょ待って。

ええやめてよやめてよー大丈夫僕寺間かもしんないけどお前寺間かもしんないんだよ泣いてるみたいなゼミさが泣いてるこういうことかいやなんかせっきりその手玉はもう村人につくもんだと思ってあのいう話があったけれどもいや僕僕寺間か本命かわかんないからでも自分が本命の場合もあるんでお前手玉だってくんって言ってた手玉くんって言ってたあんちゃらお前だよ

それでは話し合いが終了となりました。うう話し合いが終了となりました。では投票3、2、1、はい。いプテラ、高橋さん、七子さんの順番で、えー、お願いいたします。それでは投票どうぞ。あのー、まあそうだね、僕が死ぬぐらいだったらまあワンチャンス狙いにいくしかないな。えー、今日はガッチャンに投票します。 ななこさんとドズルさんはねもうとりあえずまあデビ様あたりをねいやじゃあデビ様残したいなデビさんは残したいでしょみんなねななこさん頼むよドズルさんいやこれでも結局どうなるんだろうねあいやとりあえず今日ガチャみんなでつろね今日とりあえずドズナナおじょしんぷてでねはい行きましょう いやーもうごめんここプテガミが正解かいやーもうプテにねもうその名誉上信とかやられたらもうこれ人狼辞ねもうねしんどいんですよこれじゃあこれプテ釣りましょうじゃ何をするか明日から七子ドズル順々に釣ってて終わりっていうこの待ち時間の苦しいことそれを考えるんだったら今日はガッチャンを悪女陣営みんなで力せ釣って釣ってよ釣ってそして最終日真実の愛を確かめるという展開の方が 熱じゃないですか。僕はこれ悪女爺の名誉上とタカちゃんにこれを届けてます。ということで今日は俺ガッチャに入れます。これ村が一枚釣れるでしょ。村が一枚釣れて一人死んで。だから強さがプテラ高橋さんに投票させていただきます。そうだよな。えっとあの結構服で服ででここまで頑張ってきてつぶらで一角したのにこれは惨憺ですよ。白かったもんな。ので名誉上さん信太郎さんをどうか。 悪女陣営。まあ、そうか。加してはいたい。悪女が勝つのか。信じて。これで村負けたら。オラフさんが負けになっちゃうんですよ。かわいそう。<laughs> 頑張ったオラフさんまで負けにさせたく、私はないです。何度か。お願いします。なんとか悪女であるプテハスさんを取りましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ええー、フルコンテスず投票先はプテハスさんです。いやー、これ。 ちょっとね、慎太郎さんね、若干分かんないって言いながらね、本命ずらしてると思うんですよね。<laughs> うどうせ俺本命でしょみたいな。おもろいなこ,んなことないと思いますよ。ふて<れ>に入れた方がいいよ。絶対おもろいな。これいいな <laughs>、ね。いや、ふてはしゃね、ここで平坂めを本命にする弾力を持っている配信者、泣きもする。<laughs> わかんない。<laughs> でも、平坂メをキープな気もするから、あの、二人ともね、ふてに入れた方がいいって。 キープだってお前ら両方とも。<laughs> どっちだ？はい。えー、私は、えー、よすがさんに入れます。<笑><笑>まあ、僕からはそれしかできません。あとはまあ、ちょっとこう次のターンでアクションの皆さんが争うのをちょっと外野から見させていただきたいなと思っております。<laughs> プテラ高橋も全部言ってきたな,なか僕目線えー、慎太郎さんキープのメイ様本命かなって思ってます以上です。どっちだと思うみんなちなみに俺は平坂メイ本命だと思う。 はい私は、ね、逆張りのふりしてる。社長。<laughs> 残念ながら、あなたは絶対私を手玉にしている。なぜならば、いや、平坂め本命だね。した方がグッズが売れると思うから私は思う。<や>うん、プテラ高橋はね、がいいね平坂め本命だよ。<laughs> 平坂め本命だよ。<laughs> だよああ、いや、私はもう本当にね、そう思うわけです。慎太郎さんを本命にした方が強いし、正直言って。 お上戸慎太郎だったらもう慎太郎本命でしょう、ね。お本命だろう。お上本,本命だぞ。プテラ高橋は。うん、私はそう思うんで、あ<ー>まあどっちにしろこれでプテさん、今日の夜噛まれるんでもしね。あの入れなかったとしても、もう今日釣りましょう。うん。めい、お前は間違ってる。はは <laughs> は。めい、お前は間違ってる。プテラ高橋はお前は本命にしてるんだよ。わかるだって。 女子高生を手玉に取るって一番キモうもんいやああ <aa> 本気もきもるけど<ー>手玉目方がキモうもん確かに確かにあだからし太郎、ろー<な>お前が手玉なんだよやはっ信じるさっき言ってた今まで僕のために尽くした手玉食おう言ってたななあ裏切るのもある種のテーテーだお前は狙われてる各種で 入れろプて高い会心投票だ入れろ <laughs> とか言って投票いきます。まあシンプルで僕が本命なら吉田さん投票だし手だ払ったらプテさん投票なんですよ。うん、で、プテさん決戦弁明で僕を本命にしたゆえん全部証明して僕の好きなとこあげて。僕の好きなてさん投票。<laughs> <laughs> それでは投票の結果、本日はプテラ高橋さん、<laughs> 高橋よすがさんの決選投票となります。それでは、お二人は弁明する時間約50秒間設けられますので、めでお好きな方からマイクのミュートを解除して弁明をお願いいたします。<laughs> じゃあ、私が先に行ってもいいですかね。はい。はい、<laughs> えっと弁明することが何もないので、プテハシさんの弁明次第です。プテハシさんの弁明次第で私の命と村の勝利が決まります。めちゃくちゃおもろい <laughs>。あ,あとは、まあ慎太郎さんが。 どう取るかだと思っているんですけれども <laughs> 少しでもキープだと思うのであれば <laughs> プテラスさんに投票をお願いしたいというただそれだけの思いでございます <laughs> いやでも確かに平坂めいお嬢キープ狙いだったらちょっとキモいなって思ってしまったのは本音ですよろしくお願いしますそれではプテラ高橋さん弁明をお願いいたします <laughs> 同数でこのまま行ったら夜に行っちゃうんで絶対にここはぶらすわけにはいかないから <laughs>、うん お嬢も慎太郎も聞いてほしいんですよ。ごめん、悪いけど、慎太郎だけにお前が本命だよってここで言えないわ。俺、本気だから。なんだこいつ、なん俺お嬢にも慎太郎にも本気なんだよ。キもすぎどっちにも、よすがに入れてもらわないと、絶対に勝てないから。<laughs> だから、慎太郎だけに愛は伝えられないけど、二<ー>人のいいところはいっぱい知ってるよ。お嬢は、<laughs> 僕に、 夜時間でなんか疑いを向けながらも僕の考察であそうなんですかそうなんですかって納得してその通りの行動をしてくれてたと思う。慎太郎はあのー、僕にまあ疑う素振りは見せずに、まあ、ここまでついてきてくれて僕は信じてたんだけどちょっと裏切られちゃったのはまあ日々の愛が伝えられなかったのかな僕ミュートしてから好きだよって言っちゃってたことが何回かありました慎太郎には、ね、そこをちょっと分かってほしいどっちも愛してる。 それではお二人の弁明が終了いたしましょうで投票の、えー、テキストチャンネルズームのテキストチャンネルをご確認ください。ゃ決選投票プテラ・高橋さんを1番 2>, <ー> 1>、えー、2番を高橋・よすがさんとさせていただきますので<ー>残り投票を持っている6名の皆様は1か2番 2> <ー>投票したい方の数字のみを入力しまだ打たないようにしてください。いいな。いいな。いいな それでは参りましょう投票321エンターキー1番プテラ高井さんに投票されてる方が慎太郎さん平塚芽さんフルコンさんデビデビルさんの4票二番高橋よすさんに投票されてる投票が菜々子さんとずさん2票でございます投票の結果本日処刑されるプレイヤーはプテラ高井さんですよお願いいたしますいやマジかよ 俺メイトが気持ちより気持ちすぎ <laughs> なんで裏切るんだよおーお気持ちすぎるここ <laughs> もうオープニングからね不石が打たれてまさか自分が悪女引聞いたからびっくりしちゃったよ <laughs> それでまあ新太郎がねお嬢なんか狙ってるなんか男は気持ちとか言ってたからこいつ長生意気だなと思って <laughs> わっ手玉にしとったわ ああなんで僕の愛が分かんなかったんだよ。ああまあ、ライブでまた一緒になろうね。じゃあな。きも<キモ> <laughs> それでは、プテラ・高橋さんを主したにもかかわらず、<laughs> 恐ろしい夜がやってまいります。それでは皆様、<laughs> おやすみなさいませ。ああ, <laughs> ああ、おもろ。<laughs> いやあーいいもん見せてもらったな。これ、誰かぶんだ。 <laughs> うん、<laughs> これでも犠牲者に道連れされてる人間って加味して入れんのかな入れられんのかなちょっとまあ村の方,狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますでは,それでは1分間の作戦会議スタートですでどうぞこれもう罪盤面ですよねこれサレンダーしてもいいんですかねこれは。 え、サレンダーってなんですか。<laughs> いや、こう交差してもいいんですかね。<laughs> これだって六分四四対二シンプル四対二の構造の確定でなるってことですもんね。<laughs> どうしよう,、えー、う。あ、えー、と四対二がえ五人でそうですね三対二まあ今回誰か噛むんで<あ>残り三人残りの三対なんであ,2あの首切り殺されて負けになるっていうまあまあ一つだけあるとしたらはいえっとタロちゃんがオ,オカビだって言い切るか。 ドズルさんがそうっすよねドズルさんが本物の、うん、まあえー、一応ですねちょっとじれ時間とおりますね、はい、一応主催の高田健さんからサレンダーは一応してももらっても大丈夫ということであのご案内いただいておりますのでそれ前提でも大丈夫ですちょとお願いしますましたではどうぞじゃあ太郎ちゃん勘でサレンダーしましょう <laughs> <laughs> いやゃんからわかるたんだろちゃんなんだろうね多分残ってんのがね慎太郎さんもうカールの方に送ってあげながら議論しデビス様は古くさんたちの反応みあたあげましょうそうしましょうかね一応あが見あがきましょうねえ一応あがいていいねーたろさんいいねーはいそれでは本庁襲撃先を教えてくださいき太郎さんではい。 では本日慎太郎さんを襲撃いたします。これ慎太郎生きてなかったらどうなるんだろうね <laughs> ではビデオの停止マイクのミュートを<や>お願いいたします。よかったな最高にキモかったな150点だったねちょっと。よかったね今のしかも両方から裏切られてんのもよかったね。<laughs> いやー美しかったねえ <laughs> 5日目の朝を迎えました2番デビデビデビルさんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は平坂ささんんと新太郎さんですそれではお二人はビデオの停止を押してください

なんかそのさ、手玉とか本命とかも関係なかったの、本当にありてたんり。これの目が濁ってたのかもしれない。いや、これマジで信じてほしいですけど、俺、きの噛んでないんですよ、マジで。いどっちが本命だったかわからないようにするための噛んでないですよ、なのう。優しいな、野鶴さん。

これどうすかね一番諸悪をみんなで処刑したってことでこれあの引き引き分けっていうのはそれではですね人狼陣営からですねサレンダーの発言が出ましたので投票がもう一生変わらないというイシューで菜々子さんとドズルさんが処刑されたという形をさせていただきますので菜々子さんとドズルさん遺言があれば何かあればどうぞ。 いやーいやーいつふざけんんだよでさやもうね正直途中までかなり歯茎を見せていたんですが <laughs> いやもうしめしめ偽占い乗っ取ったとかなりニヤニヤしておりましたがちょっとかき乱されちゃいましたね <laughs> 悪女でいや俺もあれっすよあのー、ガッチャに入れましたけど <laughs> 人狼って立場じゃなかったらプテ釣りたかったっすよ <laughs> <laughs> はい、すいませんおとなしく。

人狼がですねまずお二人ですね七子さんと真央さんはいそして郎狼呪われた狼がドズルさんとささや巨人が高田健さんというわけでございましたいやごめんなさい知りたくないもう知らない占い師がっちゃん見事真央さんの人狼を見つけましたねッちゃんが占い師でございます霊媒師が平坂めいさん 一応ね、えこちらはね、あの選ばれてる側なんですけども。え平坂名さんが、えキープだった場合は村人陣勝利そのままでございます。本命だった場合は負けですね。で、迷惑な狩人、ええ、こちらガミさんでございます。がみさんはアベレージさんを護衛対象とし。あの日、がみさんが襲撃され、アベレージ君が、迷惑な狩人の能力によって唯一死亡する。事例だったんですけども、それで、アベレージさんが死亡しました。そうじゃなければ、家族を呼ぶ。ナイスナイス。ナイスナイス。ありがとう。 被災者がデビデビデビルさん、えー、はいしっかりとね魔王く君人狼を処刑しだしました、うん、そして貴族アベレージさんえそして奴隷がオラフ君オラフ君はね、はい、え普通に生き残りました素晴らしい貴族の息子はフルコンさんでございます一度、はい、ね処刑対象になりましてランダムで中野アルマさんという村人が処刑されていきましたと、はい、そして偽占い師が慎太郎さんお告げはデビデビデビ,デビルさん実際に、ね、人間なんですけども白判定でお告げ先が出ておりまして慎太郎君も本命だった場合は負け キープだった場合は勝利。え、そして、悪女がプテラ高橋さん。<laughs> プテラ高橋さんに関しては本命手玉、<laughs> どっちが本命で、どっちが手玉なのかを発表していただきます。<laughs> そして、村人お二人が、高橋洋坂さん、中野アルマさん、素晴らしい推理でございました。では、プテラ高橋さん。<laughs> 太<郎> <laughs> どっちだ <laughs> お前が。キープだよ。<laughs> <ー> <laughs>